足りないものが多いわね。以前と比べて、私の所蔵する数々の書籍、家具、それらのほとんどは、あの災害時に破損してしまったの。水上での作業が得意な人にしか任せられない仕事ね。ただ、北斗がそれらを回収できるかどうかは。え？北斗にそれらを買っ、させるというのは正しくない。お金、とにかく、もし興味が。行くぞ。無駄だ。無駄だ。海に落ちて粉々になった軍玉閣だ。その中にし、おお、旅人じゃな、おお、ほら、深淵。なんで深淵が、そうだぜ。でも始まる百分、とにかく回収には。だが船体で動かせる小舟はもう全部出しちまっててな。今はあんた人ではお。これがあんた。なんというか小さくて精巧で悪くない。うん、海面上のものを回収するのにぴったしだな。ただちょっと狭いから琴をちゃんと持てないぜ。深淵、あんたのこと私に当たってるんだよ。待った、あそこにいるのって強盗団？海の上で何してるんだ？まさか。あれ、強盗団のやつら岸に上がったぞ。多分な、旅人。難攻不落。なんでこうついてきやがるんだ。逃げられねえ。早くカルメン兄貴を呼んできてくれ。カルメン、なんか変な名前だな。私の古い知り合いだ。あいつも来ていたとはな。ここだ、ムーノー、ここだ。はっ、はっ、ここだ、ムーノー。ふっ、行くぞ。よっぽ、なに、難攻不落。よっ、両弦の蝶。踊りなさい、やっ。雪よ前、おい、お前らやめろ。
なんてことしやがる。北斗の姉御、お久しぶり。カルメン、久し、そのままだと、しげ。姉御の冗談を。本題に入ろう。これらのものは、私が回収。はい、北斗の姉御の言う通りに。お前ら、持ってるものを全部、では、すべてここに置いておきます。すんなりと協力。逃げるのも早かった。うん、あいつらに構ってる。そうだ、あいつら。暗算八九。うん？海に何か浮かんでるぞ。よく見えないな。とりあえず回収しよう。さあ、私が舵を取る。旅人、シーエン、あんたたちはあそこにあるものを回収してくれ。あっちを見ろ、砲塔団のイカダだ。でも、なんで誰もいないんだ。カルメンがあいつらを撤退させたんだ。物分かりがいいじゃないか。私たちは引き続き回収をしよう。ウォーミングアップしよう。早く回収しろ。それと人を手配して。そこまでだ。ほトンズラ。いや、その北斗の姉が。そう、そ、ここまで。それはそんな。だったら、はい、間違えた。風だ。ここだよ。チャンスだ。取った。電動板書。難攻不落。船が完成してもう準備できてます。親分、見てください。北斗の姉も撤退。撤退だ。親分が撤退した。俺たちも逃げるぞ。あ、逃げていくぞ。すみません、北斗の姉も。また後日、野郎どもと一緒に償いをさせてください。あいつら。まあいい。だが、回収のだ、旅人。あ、内容はそうだ。お、じゃあカルメンとトンズラも来てる。カイリュウたち。行くぞ。お帰りなさい。どう、北斗の方は順調かし。砲塔団も関わっていたとは、確かに厄介だったようね。今回は追い返せたようだけど、それは一時的なものにしか過ぎないわ。でも、この件は北斗に任せましょう。彼女はああいう人たちの扱いが上手だからね。彼女の報酬もきちんと用意しておくわ。事の顛末を知らせに来。それじゃ、私は他の用事があるからこれで。祭り。Bye.
ー